劇団アメラジでございます。はい、こちらは株式会社 L4 が運営する俳優育成のための劇団アメーバプロジェクトのメンバーでお送りしている番組となっておりますと。はい、はい、お届けするのは劇団アメーバプロジェクトの主催である吉久直之と吉本大輔と宮井壮也です。よろしくお願いします。はい、人数が少ないままです。いやでも宮井さん久々に来てくれましたね。そうですね、はい、公演挟んでたら後ろと虎挟んでたんでね、はい、ちょっと間に人が変わった人らが入ったんですけども、はい、宮井くんもねまた近々公演があるんですよね。あ、はい、もう今言っちゃっていいです。今言っちゃうんで、はい、もう今言って後でも言おう。どんどん言おう。はい、はい、カイファクトリー8月のモンスターという、舞台に、9月28日から10月2日まで、うん、荻窪のオメガ東京というところで出演いたします。はい、よろしければ見に来てください。はい、9月28日からね、日曜日も水曜から日曜までやってるんで、荻窪です、うん、オメガ東京。 オメガでモンスターってなんかファイナルファンタジーみたいな感じですね。そうです、言われてみればですね。どうでもいいことでしたけど、せっかくだからちょっとそれ聞いてみようかな。今稽古してるんですよね。はい、そうですね、稽古してま す、はいはい、初めての団体。そうですね、初めての団体で、はい、オーディションを受けさせていただきまして、うん、それ合格で、はい、合格して、はい、無事、はい、はい、それで、はい、はい、出演させていただくことになりました。おめでとう。はい、はい、どう稽古やってみて、どんな感じ今？そうですね、うん、今まだそんなしてない？結構始め、結構してる。今は1ヶ月ぐらいになります。結構して、はい、うん、なかなかだね、もう1ヶ月も経ってんの？そうですね、すごいね、はい、うん、そんな感じ今。そうですね、主催の方もすごく優しくて、うん、作り方ももう丁寧で、はい、うん、同じシーンも何回も何回もやらせていただいて、うん、はい、そうですね、それでまあ本当にしっかりやってる、感じかなっていう、しっかりやってる感じ。いや、演出家の方がじゃなくて、しっかり作るタイプの、うん、お芝居になるかな。作り込んだタイプのお芝居やってるのね。はい、そうですね。いや、結構真面目なお芝居。そうですね、真面目なお芝居となっております。もうリアルな感じの演技をずっとやる感じなんです。そうですね、リアル、はい、リアル系ですね、はい、リアル系、はい、リアル系。うん、宮井君はどんな感じの役だの？そうですね、役というか性格だったり役どころだったり。あ、はい、役どころはなんですけれども、まあ、こちらあらすじを言いますと、自己啓発セミナーの中のお話なんですけども、うん、はい、そこの受講者の一人となっております、うん、私は。はい、じゃあそれから出てくるとみんな受講者の一人なんじゃない？そうですね、受講者の方だったり、うん、講師の先生だったりとか、うん、そうですね、まあ、あと他エトセトラっていうか、はい、そこはね、濁さなきゃいけない。あ、そうですね、外の世界で啓発セミナーで通ってる人と、なんか、そうですね、じゃあ自己啓発セミナーのお話じゃないんだ。あ、自己啓発セミナーのお話なんですけれども、うん、そこに、まあ、講師の方の、うん、まあ、他のその講師の方 の、 家族だったりとか、うん、まあ、いろいろ絡んでくるんですよ、うん、はい、で、まあ、いろいろそうですね、その、まあ、役をちょっとね、そこのところの役を言っちゃうと、うん、まあ、ちょっとだけネタバレになっちゃうかなっていうところもあるので、うん、はい、はい、はい、まあ、そんなで8月のモンスター、はい、まあ、また後でちょっと同じようなことを聞くかもしれないけども、はい、はい、宣伝として、まあ、ドア玉にね、宣伝してきました、はい、で、まあ、こんなね、いろんな人の演出家があって、お芝居って、まあ、演出家がいろいろと指示するんですけどもね、みんな演出家と、お芝居知らない人は演出家って何なのかって思ってる人も多いと思います。あ、映画でいう監督みたいな人なのかな、よくね、舞台監督と演出家との違いがわからないみたいな人もね、いっぱいいるんです、まあ、それは当たり前なんですけども、監督って何なのかみたいなものもあるからね。ただ演劇は演出家っていうものがいて、で台本をどういう風に表現したいとか、ここで空を飛ぼうとかね、ここで笑いを入れようとか、ここでこの役者をつけよう、ね、出そうとかいう、大体決めるのが演出家の仕事で、表現方法とかね、ここでアクションシーンをこういう風にしたいっていうのも演出家だし、まあ、映画でいう監督みたいな仕事が演出家なんですけども、まあ、それもその人、演出家によって千差万別なんですよね。だから同じ台本のお芝居でも違う人が演出すると全然違うものになったりするのが演劇の魅力だったりするんですけども、例えばこの間牛尾と虎を僕が久しぶりに、ね、アクションエンターテインメントの芝居作って宮井くんとか見に来てもらえたんですけども、はい、ああいうの見ててなんか気になったこととかあります？なんかおー、なんだろう、こうなんだろうみたいな。吉本とかも出てみてて、まあ、ずっとやってることなんだけども、なんかちょっと聞いてみたいこととか気になったこととか。はい、そうですね、まあ、僕はなんですけれど、うん、暗転だったりとか、うん、移動だったりとかが、うん、結構苦手な人なんですよ、うん、苦手って言ったら役者として？
見てる人として、お客さんとして、役者としてです。役者として、はい、役者として暗転が苦手ってどういうこと？本当そうですね、まあ、暗転中にそこにもうパッて動いたりとか、ものの、転換とかが、ものすごく苦手な人でして、はい、でそういうのも、もうきっちり一瞬でもうパッパッて変わっていって、それがすごいなって思って、そういうのをどういう風なタイミングでやってるのかなって。場面転換とかってこと？そうですね、はい。なんかみんな L4 の人らも前説で言ってたら、みんな場面転換場面転換って言うけどね、場面転換ってそんな印象になるもんなのかね、うんうんうん、すげえ物語と物語の間だから不思議なんだけど、はいはい、うん、気になる言葉があった、なんて言うんでしたっけ、1回しか聞かなかったんですけど、どんでん、はい、そう、うん、で何ですか、どんでんっていうのは演劇用語だけど、はい、元々の意味も知らない？どんでんって。どんでん返しのどんでんとか。あ、それはわかります。どんでんっていうのは、はい、ドリフとか世代でいいじゃない？知らないよね。ドリフはわかります。舞台セットが組んでて、はい、裏にも反対側にもう一個セット組んでくる、はい。で、お盆って言って、はい、舞台が丸くなって回るのね。ぐわーって、はい。で、回ったら、セットの裏からもう一個セットが出てくる。はい、っていうのをどんでんっていう、どんでん返しっていう。あ、そうなんですね。うん、ドリフが終わって、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんって、はい、場面がぐわー変わってきた。あれがどんでん返しなんだけど。はい、あ、なるほど。っていうのを、はい、がどんでんって言うんですね。で、うちの場面転換も舞台セットを組むわけじゃないじゃん、はい、まあ、組むんだけど、はい、舞台セットがあるわけじゃなくて、抽象的なセットの中で役者たちがシーンやってますと、はい、でそのシーンが終わって次のシーン行くのに暗転してると、暗転って場面が一瞬暗くなることなんだけど、はい、その暗くすると、はい、その間お客さんが待ちになるんですよね、はい、次明るくなるまで。だからそれが僕あんま好きじゃないんですよ、はい、物語がどんどん、まあ、映像に慣れてるっていうのもあるし、見てる人もそうだし僕もそうだけど、はい、映像ってカットチェンジで次々流れるじゃないですか、はい、シーンが。そういうのに慣れてるテンポで生きてる人だから、演劇みたいに暗転が何回かあると、なんかその待ってる間はすげえ疲れるなっていう感覚があるんだよね。別に悪いことじゃないんだけど、だからあんまり暗転っていうのを使いたくなくて、場面が次々とテレビの映像みたいにね、カットチェンジで流れていってほしいんです。そのために作った転換方法なんだけど、役者が一個前のシーンが終わると、終わった時にもう袖から次の役者が出てきながら回転しながら転換するんですね。後ろから出てきた人と前までいた人が前にいて、次の人が後ろに出てきて、でぐるんと回ってどんでん返しをして袖にはけていくんですよ、前に、はいはいはい、だからどんでんっていう名称で呼んでるんですね。なるほど、うん、そういうことだったんですね、まあ、舞台上のどんでんを転換で使っていて、それをただ肉体でやってますよっていう意味のどんでんなんだけど、はい、だからちょっともううちの転換方法でどんでんで適当に言ってることがそのまま名称になっちゃったから、本来の意味なんだけど本来の意味とは違う意味で、はい、まあ専門用語として、カプセル兵団でしか使わない専門用語として、なんかそういう風になってる。場面転換どんでんってどんでん音って言ってね、どんでんの時にシュゴーンって音ももうどんでんの音って勝手に全部決まってて、スタッフさんたちもそれで呼んでる、うん、あ、そんな過去があったんですね。だから初めて見た時の、なんか僕の感覚的には、あの、なんだろう、例え方があれかもしれないですけど、ウルトラマンのオープニングのあのぐちゃっとしたなんか絵の具が徐々に形成されるようなタイトルとして、そういうなんかワクワク感があったんですよね。あの今転換に、転換にその今終わったシーンで、なんかあのクイッてなんか、まあ、飛んでるわけじゃないですけど、本当はあの伸びてね、はい、伸びた瞬間に次のシーンへの期待感が、僕最初にお客さんで見に行った時に、あ、最初じゃない、最初それ見て驚いて、2回目に見た時かな、うん、どっちでもいいよ、まあ、どっちでもいいよ入る前の時に、まあ、見た時にそのすごい期待感が煽られる転換だなと思って、うん、一瞬空間が弾けたように、うん、あの、なんだろう、ふいってなった瞬間に空間が弾けて、うん、なんだろう、なんていうかな、この銀河というか、なんというか、うん、再構成されていくような、うん、形に見えて、うん、すごくそれが弾けたのがまた止まってね、そうです、そうです、うんうん、弾けてまた再構成されるワクワク感が、うん、そのギュイーン音っていうか、うん、もう客席を回ってる音と同時に起きるから、うん、なんか空間の再構成っていうのがなんかそこにすごくワクワク感がある演出だなって昔思いましたね。そんなことは全く意図していませんけどもそういう効果もあるかもしれません僕はその子がすごい印象に残ってたんですよね。そう、他に聞きたいことは吉井さんってもともと SF も好きですし、うん、ホラーも好きじゃないですか、うん、でその描写的にも機械的なものが SF 昔多かったですけど、うん、今回ウシトラはどちらかというと、うん、妖怪とかのぐちゅっとしてげちょっとしたようなところとか、
結構作品的にはあったかもしれないとは思うんですけど、うん、なんかそういうところで今回悩まれたところとかってあったんですか？悩まれたのは、はい、衣装とか役者とかの、はい、なんだろ、配置46人いるけど、はい、あの出てくる妖怪の数がめちゃめちゃ多すぎて、1人何役もしたいけど衣装とか次の出番とかの関係上代役が意外に触れないっていうのが大変だったんですけどね、うん、だからなんかね、こう第2部になればなるほどみんな総力戦になってくるから、もうはけたけどしばらくしたらまた出てきますみたいな、だから次のシーンここでこの妖怪で出てほしいけどその妖怪やる人がいませんみたいなことが大変だったんだけど、まあそれはそれでね、頑張ってなんとかしてみんな早替えして早替えしてっていう、あんだけ人がいるのにみんな早替えしながら頑張るしかないみたいな状況で、今回でも大変だったのはやっぱり物語構成かな、演出というよりは、ね、あれを一本にまとめるってすごかったんですよね、うん、前も言った気もするんですけど、はいはいはい、牛尾と虎ってカラクリサーカスとか月光条例と違って、はいはい、なんかあの、ね、牛尾と虎が主役なんだ、他のキャラクターの視点っていうのが少なくて、牛尾と虎が全部いろんな人と出会っていって、その出会った人たちが最後に仲良くなって、うん、みんなで一つのチームになるっていうお話だから、うん、牛尾と虎が常に出会っていかないと、うん、で出会って戦って勝たないと話が転がらないんですね、うん、だから普通だと、うん、主人公側のチームの話があって次に敵のチームの話があって、うん、で第三勢力の話があってっていうのが3チームで転がっていくのよ、だから構成がしやすくて見てる人も場面も変わるし、シーン、敵と味方のシーンも変わるから心理もね変わって見てて飽きないで見れるんだけど、今回のもう少年漫画だからもあるけど、ずっと牛尾と虎が中心の視点しかないんですよ、それをどうしたら崩せるのかなとかねいうのを考えてて、だからあの後半に出てくるハマーとかね、自衛隊をなるべく先の方に出てきて、いろんな組織が同時に動いてるんですよっていう世界観を見せておいてみたいなことで、でまあよくやるんだけどアクションが多いじゃないですか、はい、戦いの、まあ、少年漫画だから、うん、で戦いが多いからといってアクションシーンをいっぱいやってても、僕はアクションシーンそんな好きじゃないんですよ、アクションマンだけど、はい、で戦ってるシーンが好きじゃないから、戦い始めたら場面が変わって、うん、で戦い終わって場面が戻るみたいなね、袖中で戦ってましたよ的な演出をよくしますね、そうすると戦いの数減らせるじゃない、はい、最後に行ってだけ殴ったら終わるとか、ね、出てきて殴ったら戦い終わったみたいな、吉久さんではなくて吉本さんにはい、ちょっとお質問したいんですけど、あの、その吉本さんがあの武器をいろいろ調べたりとか作ってたりする、うん、あのしてたのをあの見たんですけども、あ、はい、あれ、結局、獣の槍とかエレザールの釜とかって、うん、あれ吉本さんが全部制作あのしたんですか？まあ、全部ではないよ。あ、そうなんですね、うん、あ、なるほど。なんかそれで、いろいろなんかどこか、工夫したところとか、なんかこう、ここは大変だったとかあれば。工夫したところっていうのは、まあ、俺も作ったことないから、はい、全部工夫はしてるんだけど、できなくて悔しかったのは、エレザードの鎌が作れなかったことだね。あ、そうなんですね。うん、あれはね、はい、死神の重川ってね、そもそも実在しない武器だと俺知らなくてさ、もう作ってみたらなんか形になるのかなと思って作ったら、はい、なんだろう、あんな形の武器はそもそも存在しなくて武器にならないという結論になった、はい、いろいろあって、はいはい、でそれをそのちゃんと舞台で使える形に作れなかったんだよ俺は。あ、うん、はい、素材とか強度の問題もあってね、うん、武器って難しいんですよ、うん、武器は柔らかいと、はい、なんかふにゃふにゃしちゃうじゃん、で持ってる方が使えないし、で硬くすると重くなったりして、で硬いものを振ると全力で折れちゃうんですよ、はい、だからある程度柔らかくないと折れちゃうから、うん、ね、その強度であったり、うん、なんかこの接着面であったりとかね、うん、あと素材で何でくるむかとか、だいたいちょっと柔らかいスポンジでくるむんですよ、武器っていうのは、はい、怪我しづらいように、うん、でも中に芯がないと、まあ、ぐにゃぐにゃになっちゃうから、うん、ある程度硬い芯は入れるけど、どのぐらいの長さまで芯入れるとか、どのぐらいの厚さの芯入れるとかも全部計算しないとなんかね、できないで、うん、重すぎても触れないし、うん、軽すぎても触れないしっていうね、武器って軽い刀って触れないんですよ、うん、もうなんか紙を振ってるみたいなもんだから。ああ、はい、はい、うん、だからそこがね難しい。でまあ絶対的なもので、舞台は衣装もそうだけど、はい、小道具もそうだけど、武器なんか特にだけど壊れるんですよ、あ、戦ってるもんだから絶対に壊れる、はい、壊れない武器っていうのはないの、はい、演劇やって本番中に、うん、だから壊れてもなんだろう、すぐ直せる計算もしてなきゃいけないし、壊れた時の応急処置も考えてなきゃいけなくて、なるほど、ただまあ今回は
ね、獣の槍もエレザールも壊れなかったよね。へえ、そうなんですね。エレザールの鎌はね、ちょっとね、プロの人に頼んだから。そうですね。あれは、さすがにあのね、あの形でね、ちゃんと作るのは難しい。ちょっともう世の中の素材を知らないし、はい、一個一個試してる余力もなかったから、はい、そこはデザイン的なものがあってね、それをね、綺麗に作るのまた難しいんですよ。なんかね、実験的に何回も作ってればどんどん綺麗になるけど、やっぱりそんなね、何回も作ってる場合もあるしね、一個作るの結構時間かかるし、あれは難しかったですね。強羅のあのでっかい武器も、あれも難しそうでしたね、なんか。あれはまあでかいだけだから。でかいだけ。でかいだけだから。実はね、あれでさほど戦ってないのよ。ね、うん、あれでさほど戦ってないから、はい、そこまでの強度がいらないから。うん、だからあれをすげえ振り回して戦ったら、多分どっかで壊れたかもしれない。なるほど。可能性はありましたね。うん。まあ、まあ、でも。乗り切った武器が過去にカプセルにはありましたね、あのサイズで、うん、8カ月ハンマーという、うん、めっちゃ重かったけどね、うん、人の大きさの金棒、はい、を持って、ね、戦うのあれって最初からあのサイズの予定だったんですか、そういえば。そうじゃん、まあまあ、何も決めてない、青木が作ったんだけど、そう作って重いのと軽いの作りましたって、どっちが軽いのか分かんねえよってそういう感じだったですね、うん、でかい武器もなかなか難しいですね、そういう意味だと、うんうん、丈夫に作るほど重くなるからね。そうですね。うん、八カ月のやつを振ってた時も、なんか青木はなんかやってる同じ手をね、アクションの手をつけてるから、青木やってるから、でも俺やるとなかなか重いのよ、重くて なかなか振れないなと思ったら、吉田さんそれ重い方ですよって言われてこれ重い方かよってなんで俺は重い方で戦ってんだよってなんか最初あれ届いた時に風圧どうすんだよみたいな話してたのを覚えてますねあんな太いから重いやつだから金棒で思いっきり振るじゃん、寸止めができないのいや、振った勢いで向こうまでブンっていっちゃうからどこで止めるかがすげえ大事なんだよ、寸止めするためには。 ある程度計算して止めとかないとね、寸止めのつもりが顔叩いちゃうからガーンって、うん、じゃあ、うん、ちょっとあの話に戻っちゃうとなんですけど、不祥と虎で、まあ、全体的にその、まあ、構成がすごくあの 長いやつをまとめるので大変だったっていうふうに、お聞きしたんですけども、うん、その中でも、ここはもう、よっしゃっていうか、やったみたいな感じな、なんかこだわったところとかってありますか？こだわったところ、そんなね、なんだろう、難しいと思ってなかったんですよ。はいはい、だから、カラクリサーカスは43巻だったじゃないですか。43巻で20何巻までを前半でやったから、22巻までかな、はい、ぐらいを前半に、前後半に分けたから、はい、で月光条例もそんな感じでやったから、はい、で33巻。後ろ伝わるけど、うん、いらない話もいっぱいあるから、いらない話ってちょっと違うんですよね、まあ、まあ要はね、いらないキャラクターもいろんな人と出会う話だから、別に出会わなくても成り立つ話を送っていけば、はい、33巻中20巻ぐらいにはなんじゃないかと思ったんで、はい、うん、で20巻だったら、うん、カラクリサーカスの前半と一緒じゃない、だから2時間半にまとまるだろうと、はいはい、いう思ってて、はい、それでできるんじゃないかなと思ったんだけど、なるほど、さっきも言ったけど、意外と潮と虎がいろんな人に会わなきゃいけないのと、ちょっとオーディションした時に、はい、本当はね、このキャラ出さなくていいんじゃないかなと思ったキャラが何か何人かいたんですよ。でもオーディションした挙句ってあれだけど、オーディションして、はい、せっかくだから、はい、なんか撮ってあげたいなと思っちゃうの。この人たちを撮ってあげたいなって思うから、でもあげたけど役がなかったもないじゃない。ないから、ではせっかく撮ったんだから、この人にこの役つけてあげるかと思って、別に入れない予定の役も入れたのよ。そのことによって尺が伸びた。なるほど。今の話ね。今本当の話だけど。今まで言わなかったけど。だからそれを人たち入れなかったら多分2時間半ぐらいになってたんじゃないかと思うんだけど。なるほど。で、まあ逆に彼らを入れたことで、役者としてね、入れたことで、やっぱりなんか面白い座組になってね、物語としても面白いものになったから、それはそれで間違いではなかったなと思うんだけど。で、まあ最終的に見えてたのは、みんなが最後集まってきて主題歌流しながらどん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 協力して最後は白目を倒すっていうイメージができてたから、そのシーンさえやればもう勝ったも同然なんだなるほど、うん、これさえやれば絶対的にみんな集中しながら感動して終われるの分かってるから、そのシーンを作るっていうのが最初にあるんですよ。もう絵としてね、演出方法とかどういう風にしてどういう風に切ってとか、もう どのテンポでやるとかもね、全部見えてるから、それに目指していってるんです。なるほど。そのために必要なキャラクターはこの人たちで、この人たちのどこを抽出すれば
この人たちの背負ってるものが全部表現できるのかっていうのを分析してやっていくだけなんで、だから話の途中から出てきて途中で終わったりとかね、そういうこともできるんだけど、そういうのの組み合わせですね。だから要は最後の、うん、最後の白面が復活して、うん、牛尾と虎が復活して、うん、で戦う時にみんながみんな集まってきて、うん、で白面を封じていくっていう、うん、ことですね。逆にオープニングで白面がブワーッと暴れてるシーンあって、あそこはね、はい、本当は全く違う演出予定だった。あ、そうなんですね。うん、そこは舞台装置を、はい、でっかい白面をね、はい、ねぶた祭りみたいのを作って、へー、あそこ目玉があって、はいはいはい、奥にあった目玉が動き出して、はいはい、ねぶた祭りみたいなでっかい白面が出てきて、はい、その白面のでっかい白面に向かって妖怪たちがうわー戦ってるシーンを作りたかったけど、はいはい、予算的にそれはできませんで、できないわけでもないんだけど、予算的な問題と、はい、劇場の大きさ的に、はい、奥行きと高さの問題で、そんだけのものをしまって奥にしまってられないと。だから、うん、それは、うんうん、やりたいような効果、心理的効果をやるには劇場が狭すぎるからできないよっていう話をね、スタッフミーティングになったんです。なるほど。じゃあできないならやめよう、はい、やめて、はいはい、もう元から、はい、あの、はい、ね、パフォーマーたちが持って動く白面のものを作る予定だったね、はい、あの、あやかし話とかでも妖怪作ってるチャラさんに造形作ってる、はい、頼んでたんで、じゃあもうそれを最初から出して、そいつらが動き回るシーンで、うん、まあ、違う印象、予定してた印象とは違うけど、うん、違う印象のオープニングを作りましょうっていう、その時決めたの、うん、スタッフミーティングして、じゃあできないならそれしなくていいから別のことにしよう、勝てる戦をしよう。でもすごくあそこもあの臨場感があって、ものすごい良、うん、かったと思います。僕の一番こだわってるのは始まりですから。なるほど。お芝居の幕が開いた瞬間にどんだけの人を一瞬にして世界に引き込めるかっていうことが、はい、すげえ大事だと思ってる、ね、だからどの芝居でもそうだけど、僕は始まった瞬間が圧巻でなきゃいけないと思う。なるほど、うん、なんか見てからあの思ったんですけど、あの確かにその、まあ、はあの省いても問題ないような、うん、あのアルカムなんですけど、あのなんて言うんでしょう、襖って出てくるじゃないですか、うん、あれをなんかパフォーマーさんたちが大きいのでわーってやったらなんかすごい面白いな、なんかちょっと思ってたりもしました、ね、なんかそう見てたら、うん、はい、そう、襖とかあやかしとかね、めっちゃメジャーな妖怪いるじゃん、うん、だからああいう話俺も大好きだから、うん、だからね、俺も襖とかめっちゃ印象に残ってるんですよ。うん、後ろとかもう連載、ね、高校連載してた時に読んでたものだから、はい、印象残ってる妖怪で残ってない妖怪がいいんだけど、はい、すげえ印象残ってるけど、その話に絡んだキャラクターが後半さほど絡んでこないから、それを印象に残るキャラだからといって引っ張る意味がないんですよ。そこがね、まあいろいろですけど、時間的余裕があったらやってもいいんだけど、時間との勝負なので、要は襖よりも、ヒョウさんの方が偉いな。偉いってあれだけど、ヒョウさんは必要じゃん。ヒョウさんがいるってことはグレンも必要じゃん。そうだよね。っていうね。で、トワコは必要じゃん。キリオがいるから。キリオがいるから、そうですね。っていう、そういう計算上のね、はい、もうこのキャラクターと対比をなすものだからみたいな。はいはい、で、マユコとアサコもいるけど、はい、マユコとアサコって意外と、漫画だと、はい、牛尾がいない場所で襲われてるの。確かにそうです。牛尾と虎がいないところで襲われて頑張ってたりとか、なんかいろんな試験が多くて、なかなか絡まないの。だからヒロインなのにこの2人全然絡んでこねえなと思いながら本書いてて、で、まあ、だから、あの、炉に飛び込むところとかね、はい、あの、ところを、なんか大事だから、そこはやらないとヒロインらしさがなくなると。ハマーのところで食い下がったりとかいう、ちょっと、あさこが活躍する、で、あさこがどういう人なのかが分かるシーンをそこに入れとかないと、ただの幼馴染でなんでいるのかが分からないというものになっちゃうから、そういうところのためにいろんなものがね配置されてたりとか、カットされたけど朝子と真由子の会話もあったんだよね、2人の友情であって、で2人がヒロイン的な会話をするシーンも入れてたんですよ、はい、でも台本書く前はなくていいと思ったけど、はい、でも台本書いてるにこのシーンがないとこの2人があんま生きてこないかもと思って書いた、書いたけどやったら時間が長かったから切ったんだけど、結局やっぱりいらないやって。なるほど。まあ、それもあれがあったらあったでもっと面白かったんだけどなと思いながらね。ただまあ面白いシーンがいっぱいあったところでも長いのは良くないと俺は思うんで、長いのは敵です。でまあ3時間以上はやりたくないので休憩入れて3時間ですけど、休憩入れなかったらまあ2時間ね、45分だけどね。
かで言うと、かがり陪審がちょっと、あと一月すごいなんか目立つというか、うん、なんか、空との因縁とか、過去からの発明との因縁もある分か、すごく一月重要な位置に来てるなと思ったことがあったんですけど、うん。本当はもうちょっと目立たしたかったんだけどね、時間もなかったからだけど。あと、まあ、書いてる時もそうだけど、なんだろう、稽古してて、はい、役者の能力があるじゃん。本当は戦わしたいけど、この人戦いがすげえ下手だから、戦わせても絵にならなかったら、戦うシーンを作っても意味がないとかね。とか、ギャグのシーンしたけど、この人ギャグ下手だから、あんまギャグを入れても仕方ないとか、いろんな、その人の能力もあるから、それによってやりたいシーンがあるけど、カットしたりとかね、いうことはあるんですよ。特に戦いっていうのは、運動能力もあるから、できない人にアクションシーンを当てても意味ない。見せ物にならないから。っていうのがあって、なんかやりたいシーンをやらなかったりとか、なんかやる予定じゃないことをやらしたりとかも、では稽古しながら増えたり減ったりする要領です。はい、その稽古が進むにつれて構成していく分と、逆にその今回の場合ウチトラがエンディングが決まってたから、逆算で、あとなんかそこまでの行き道を逆算で作っていくっていう、要は二通りの作り方で今回すごく工夫されたとか悩まれてたのかなっていう感じは、うん、まあ、時間との戦いだねあとコロナとね、あコロナだから3時間できるのかどうかとか、はい、休憩入れるべきなのかどうかとか、いろんなものもあったけど、まあまあ構成上の問題で、うん、逆算の方でちょっと気になったのが1個あったんですけど、最後のシーンでパフォーマーさんがキュービがのパーツがバラバラになった状態で待ってるじゃないですか、うん、あれを最初から見越していって、うん、最初からそのキュービのパーツはなんか一体じゃなくてバラバラで作られてたんですよ。そんなわけない。あれは違うんですよねあれは違うんですね、うん、なんかそのバラバラのキュービの中から最後赤ちゃんが出てくるところが、あ、このために最初のキュービパーツがばらけてたんだとか思ったんですけど、うん、そこは違うんですよね。そんなわけないよ。そうなんです。動きやすさと、はい、3人ワンドで1回のだから袖の中に入るための理由として、はい、分割しないと袖に入れないからね。ああなるほど、うん、いろんな理由があってあ、じゃあ結果的にあのなんかその、うん、バラバラにって崩れていく感じにの演出は結果的にそうだったってことなんですね、うん、そうしただけ。ああ、うん、物ができてこないとだってどれも見えないじゃん、はい、だから動きもそうだけど、造形物が来て動きを変えたりとか、はい、こう見えるからこうしようとか、角度を持ってこうしようとか、全部後で変えていくから、稽古したことがまんまできないから、結局はそういうもの全部が集まって、衣装を着たらやっぱやりにくいからこうしようとかあるじゃない。で照明の結果ここじゃ無理だからこっちに立とうとか、でも全部総合演出なんで、そういうのも全部計算して演出するんですよ見ながら、うん、こう稽古の時はこうしたけどこれできないからこうしようとかね、こうすると波形が遅くなるから別のところに立てようとか、でも全部見ながら計算して、だから稽古でやった時に一回やってみた時に何が悪いかを瞬間で見ないと何回もやらせることになる。あ、こういう理由でできてないから、じゃあこここうしましょうっていうのを見ながらちゃんと指示しているんですよ。はい、まあそんなこんなで結構時間なので、はいはいはい、また今日も結局牛尾と虎の話になったというかね、そうですね、はい、まあそんなで、はい、また次回何の話か決まってないですけれども、はい、こんな感じで舞台の裏の話ができたなと思います、はい、はい、どうも今日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週、再来週、ではでは、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。飲み込まれてたら行くだけ、それぞれの欲望に突き動かされ、人は落ちてく、誰が湧くまで、誰が天使か、永遠願いをこの右手ににじませて、悲しみのない世界描く、涙が君の光奪わせも、闇を切り裂く剣になろう。まで叫んだから戻れない場所に行くんだね。描いたものの強さが二人を引き裂い、 Take 星の瞬く夜に
重ねた拳望まぬ絆誰かの枠と誰かの整理永遠力よ